そのまま、背負い投げをかけても相手が分かっている場合はなかなかブロックされてしまいますので、その前に1回小内刈りで後ろに相手の体重を動かせて、両手に動かされると今度体って戻ろうとしますので、そこに戻るところのリアクションをうまく使いながら背負い投げになるところになります。ここで後ろに行って戻る、でこれが少しそのまま止まったところじゃなくて、先ほどのような少し回転を使いながらの払い腰、体を体さばき、まあ、さっきね少し、まあ、足首はならないので、はい、払っていう感じですね。こうした形で、うまく、相手をまっすぐそのまま待っているところにかけるんじゃなくて、相手に少しこう、いつ来るかわからないような形で動いての攻撃というのも非常に効果的になります。大内刈りからトントンと後ろって体重を変えていく、後ろから後ろにやっていって、うん、でこれも内股 の, 連続技でさっきのような内股が来るって分かっているので、相手が腰を切った場合ですね、腰を落としてしたら谷落としとかっていう腰を喧嘩するのが多いですね。この形で内股来るって分かったら後ろに、そうそう、でこっちの足を牽制しておいて、で前に持って、ここで支える前で相手が起きるところに、長谷川先生がもう襲われを来るのは足を下げて、ですね、我慢するので、そのままかからないで相手が引くところ、この場合重心を後ろにこういう形で持っていって前に若干かけますので、重心とか足を下げて若干前、こうなると体が投げられてしまう方に行ってしまうので、そこのところをコントロールしているのにそのまま今度前に動かされてしまうので、非常に効果的なコンビネーションになります。最近のよく決まり技に多い墨落としですね、まあ、前にそのままどちらかというと、まあ、浴びせ倒しのような形にはなるんですけれども、まあ相手が来たところに、ね、体さばきをうまく利用して大外刈りを来たところに墨落としで、例えば相手が支え釣り込み足なんか来たところを止めてそのまま押した、これも墨落とし で、ここ相手が払い、例えば払い腰を来たところをうまく体さばきを利用して相手の体を押し倒すような形ですね。なので柔道の技っていうのは最後に決まった形とかで非常に技名が変わったりもしますの で、どこを持ってるかっていうところもあるんですけども、今の形で、まあ、一般の方ですと、まあ、一番分かりやすく押し倒している形が墨落としという形です、ね、になります。